どうも皆さんこんにちは、のってんです。粘土、はい、今回はですね、じゃじゃーん、ニョロニョロ出てくる粘土でお料理してみたいと思います。ニョロニョロニョロ。はい、こちらヌードルっていう海外のおもちゃなんだけど、なんかね、粘土を入れてレバーをくるくるって回すとニョロ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 って麺みたいになって粘土が出てくるよっていうやつです。細麺だったり平べったい麺だったり、結構ね、いろんな種類の麺が作れるみたいで、今回はこれを使って粘土でお料理してみたいと思います。さあ、果たしてどんな風に粘土は出てくるのか、早速やってみましょう。スライムの本好評発売中、詳しくは動画説明欄からチェックしてみてね。じゃじゃーん、パッケージはこんな感じです。ヌードルっていうことで、こういう機械で麺類が作れるんだって。ていうかさ、このヌードルおもちゃにしてはめちゃめちゃシンプルでおしゃれじゃない？なんかオーガニックって感じ。オーガニックパスタで、さっきね、裏をちらっと見たんだけど、見てこれすごいんだよね。もう本当に麺がモンブランみたいにニョロニョロニョロって出てる。こんな綺麗にできるんかな、楽しみで。粘土はね、ちょっと種類が違うんだけど、プレイドーっていうやつ準備してきました。いろんな色あるからね、カラフル料理が作れそう。はい、ということで早速開けていきましょう。オープン。ちょっちょこちょっちょちょーん。うわー、すごい、これが本体かな。あ、待って、粘土も入ってた。てっきりさ、本体だけかと思ったから粘土別で準備したけど、まあ、いや、よかったよかった、いっぱい作れるね。よし、じゃあ全部開けちゃいます。チョキチョキーン。はい、中身はこんな感じでした。まずこれが本体、後ろのレバーが回せるようになってるんだけど、一番前の部分にいろんなパーツを付け替えて遊ぶんだって。で、この付け替えパーツが4種類かな。まずこれがよくある普通の丸っこい麺だね。で、これが謎のくにゃくにゃ麺、縮れ麺みたいな感じかな。すごい面白そう。そしてこれがハートの麺。あんまりね、ハートの麺って見たことないから、かわいいよねこれ。で、最後の一つ、これね、どういうのができるかちょっとわかんないね。マカロニっぽい感じかな、楽しみ。で、次は餃子を作る方と麺棒、そしていろいろ切る用のナイフとまな板で、このまな板すごくて、裏返すとじゃじゃん、こんな感じでいろんな形の型がついてます。ミニチュアの野菜とか魚とかが作れるみたい。これは可愛いね。簡単にクオリティ高いやつできちゃいそう。でもなぜかクリスマスツリーみたいのある。これなんだろうね。まあクリスマスパスタみたいなやつかな。で、あとはお皿が2枚と調理器具みたいのが4つ。粘土が8種類だね。はい、ということで早速麺類作っていきましょう。よし、じゃあまず最初、結構いろんな色の粘土があるんだけど、やっぱりね、最初はノーマル系の麺が作りたいなって思うから、まずは黄色の粘土使ってみようと思います。これめっちゃ美味しそうなのできそうだよね。卵たっぷり麺みたいな感じで、パーツはこれ丸っこい麺ができるやつだね。よし、じゃあこれをここにはめて先端につける。イエー、おー、いいね、しっかりはまった。そしたら次、この後ろ側も外して粘土を入れていきます。わ、すごい、なんかプニプニ系の粘土、本当に麺みたいな感じ。これはリアルのができそうだよ。よし、ほう。で、蓋を閉める。よーし。で、あとはこのレバーを回すだけで麺が出るっぽいんだけど、さあ果たしてどんな感じで出てくるのか、1回目のチャレンジ、よーい、スタート。ドゥ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 。まだ出てない、まだ出てないで、まだだよ。粘土、粘土、あ、なんかちょっと硬くなってきてる気がする。あ、来てる、うわすごい、うわー、美味しそう、すごい美味しそう、うわニョロ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 出てくる。あ、結構綺麗にできるね、本当に見本通りだ。あ、ここまでかな、 OK。 じゃあちょっとこれ取ってみます。よー、わー、見て、みんな、すごいリアルな面できた、本当にね、生麺パスタみたいな感じ。うわ、これすごっ、ちゃんと一本一本ちぎれるね。へー、ちょっと待って、いろんな色とかやってみたいね。ちょっと次は緑と赤を交互に入れてみようかな。なんか面白そうなのできそうじゃない、クリスマス芋虫みたいなね。よし、じゃあちょっとこれを半分にちぎって、半分にちぎって、緑と交互にしていく。あぶねぶねぶねー、あぶよ。で、合体、ゴー。お、なんかこの赤い粘土、梅干しみたいだね。梅干しクリスマスだ。よーし、オッケー。で、後ろから入れていく。ゴー。さあ、これでどんな麺ができるか。じゃあ、回していきまーす。せーの。ちゃっちゃかちゃっちゃっちゃー。最初はね、なかなか出ないから、もう私、わかってます。騙されません。
で、結構圧がかかってきたら出るよ。あ、来るじゃない来るじゃない、出るよあ、さっきのさ、黄色がちょっと混ざってる。そして、緑も来てる。うわ、これ面白い、いろんな色が出てきてる。おおおお、赤がなんかちょっと混ざって茶色みたいになってるできた。うわ、今回もすごいよ。ほい、モンスターみたいな面できました。これは美味しそうではないねいやでもすごい面白い、なんかいろいろやりたくなっちゃうな。どうしよう、いろいろやろう。あ、じゃあ次この先っぽ変えてみる。他のパーツにしてどんな風のができるか。あ、こっちライムみたいになってる。違う、アボカドみたいな、違う、キュウリみたいな感じの色。よし、じゃあ次は紫のハートパスタ。これね、絶対可愛いと思うよ。よし、じゃあ粘土を入れてレバーを回していく。おー、ちょこちょんちょこちょちょちょー。さあ、ハートちゃん来るか。ほっほっ、わ、来てる、にゅいーんなんかすごい大暴れしてる。ハート大暴れ、私の気持ちは大暴れよ。乙女の心は大暴れなの。うわー、すごい。え、でもこれハートになってるのかな。大暴れはしたけど、ハートになってるか。怒り、じゃん。ん、ちょっとよくわかんない急ぎんちゃくみたいになったね。でもよーく見るとかすかにハートっぽい気がする。なるほどね。ちょっとまだこのパスタはラブまで行ってないのかもしれない。あの、好きにはなってないけど、なんだあいつちょっと気になるじゃないのみたいな、そういう状態のハート面。まだ好きって自覚してないタイプだね。なるほど。あんなやつなんとも思ってないんだから。よし、じゃあ次はこのなみなみをオレンジと青でやってみようと思います。これはさ、さっきのハートよりも形出そうだよね。フィットチーネみたいな、フィットチーネグミみたいなね。はい、今回は青オレンジ青のサンドイッチにしてみました。これどんな風になるか。よし、じゃあセットしていきまーす。せーの、ちゃっちゃかちゃっちゃっちゃーん。最初に青が出てくるはず。青来るか、青来るか。お、ちょっと硬い。お、来た、青来た、みょーすごい、にょろにょろにょろー。あ、オレンジも来た。うわ、綺麗だね、青とオレンジのこのグラデーション。そして最後にもう一回青。おー、すごい、面白い。あ、しかもこれ面もいい感じかも。あ、見て、一本一本が平面みたいになってます。これいいね、美味しいやつだ。あのクリームソースとかがよく絡んで相性いいやつね。うわ、美味しそう。あ、しかもよく見ると紫もあった。あー、さっきのハートの、あんたのことなんてまだ好きじゃないんだからのやつが残ってたんだ。なるほどね。いやー、これはいいパスタだ。よし、じゃあ最後この謎の方だね。これどんなの出てくるんだろうね。今までとはだいぶ違う感じだけど。じゃあ今回粘土は茶色とクリーム色をこんな感じで合体してみようかな。これでどうなるか。ミョンミョンミョン。またこれも新しいタイプの形だからね。よし、オッケー。粘土を入れてレバー回します。せーの、いけー。さあ、どんな感じのが出てくる。あ、もう来てる。わー、すごい。どうなってるこれどうなってる。おー、あ、まるでボールの外に行こうとして、やってもボールを引っ掛けながら伸びていくなんかあれだね、ハニーゼリーみたいな感じだ。わー、すごい立派、今回の面立派だ。うわー、石が強い。そして模様も結構面白いね、ハーフハーフ。よいしょよいしょ。これ茶色一色でやってたらやばかったかもね、まるでうんこ。じゃじゃーん、ということでこんな感じになりました。これね、中身が空洞になってて長いマカロニみたいな感じ。うわ、すごい。なんかあれだね、上が茶色で下がクリーム色でうなぎみたいな感じにょろにょろ、俺はうなぎだ。うえー、うなぎにょろ、うなぎにょろ。いや、どの方も面白かったけどさ、個人的に今のが一番好きだったかも。太いマカロニのやつね。そうか、もう一回やろう。癖になる、癖になってんだ、にょろにょろするわ。よし、よし、じゃあ今度はこのカラフルなやつ入れてみようと思います。これのにょろにょろ版すごいのできると思うよ。よし、じゃあ粘土を入れて、ちょっとうなぎくんどいてもらって、うなぎレバーを回します。せーの、うーん。さあ、最初にどんな色が出るか。おー、緑だ、緑と、あ、裏側オレンジだ。すごいすごい、見る場所によって全然違う。あ、
で赤も来てる。すごっ。それからそれからそれから、お、青っぽい色も出てきたよ。おお、これ面白い。ニョロ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 、うわー、ちょっと混ざって変な色になってきた。やっぱり鮮やかなのは前半だけかもね。後半結構混ざってきちゃってる。ニョロ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 、おお、あれかな、はい。ということでこんな感じのできました。なんか色が色だけに海外のグミみたいな感じだね。うわー、すごいすごい味みたいなやつ。はい、じゃあね、麺もいろいろできたということでクッキングタイムいこうと思います。じゃあ最初はやっぱシンプルなトマトソースパスタみたいなの作りたいよね。この基本の卵麺を置いて、うわ、ちょっとこれセンスが問われるな。センス、私センスないからな、センサーだからな。いや大丈夫、センスがないのもまた個性、人それぞれね、いい味を持ってるということで、私もね、このいい味出していくよ、出していくよ。はい、こんな感じ。あ、なんかいいんじゃない。で、トマトソースパスタみたいにしたいから、ちょっと待って、トマトっぽいのないかもしれない。え、どうしよう。じゃあちょっとこのスイカ、これで赤だけでやったら多分トマトっぽくなるかなと思うから、これでやってみる。で、粘土はこのプレイドを使っていこうと思ったんだけど、よく見たら赤がない。まあでも一番濃そうなやつ、これ使ってみる。ちょっとピンクっぽいかもしれないけど、せーの、ほっ、うわー、すごいピンク。まあでもこういうトマトもあるよね、きっと。うん、あると思う。やっぱ個性出していかないとね。あ、よく見るとラメラメピンクだ。いいじゃん、美味しそう。じゃあこれをスイカのところに詰めて、おっ、そっと取り出していく。これちょっと難しいかもな。粘土をひっつける作戦と、ほっほっ、おー、取れた。すごい、めっちゃ可愛いスイカになってる。うん、トマト感もちゃんと出てる。よし、じゃあゆっくり剥がしてトッピング、キリン。おー、すごい可愛いね。トマトパスタには見えないけどすごい可愛い。よし、じゃあこのトマトいっぱい作ろう。トマトたっぷりパスタ、はい、できました。ちょっとね、このトマトだけだと寂しかったからクリスマスツリーも載せてみました。いや、いいね、華やか、色合いがっつり。がっつり。よし、じゃあ次このうなぎ使ってみようかな。うなぎくん、俺はうなぎだ。ちょっと今回うなぎだからパスタっていうよりはうなぎ丼、うな重みたいにしたいんだよね。だからちょっと粘土を米っぽくなるようにもろ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 させて、これあの米、米っぽい米のイメージです。もろもろ米、もろもろツン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 と、ね、ちょっと刺してもろもろ感を足します。もろもろ、ちょっとなんかポテトサラダみたいな感じ。で、このうなぎを食べやすい大きさに切っていく。これ、ほぉー、オッケー。で、ご飯の上にトッピング、ほっほっ。お、結構これクオリティ高い気がするぞ。うなぎ感出てる。はい、うなぎ丼できました。いや、このうなぎの質感と色がいいよね。本当のみたい。よし、じゃあ次これ餃子作ってみようかな。あ、オレンジの粘土でチーズ餃子みたいなね。めっちゃ美味しそう。じゃあ粘土をちぎってここに乗せていく。キリー。おお。で、このおもちゃね、説明書がついてなかったからちょっとやり方自信ないんだけど、多分ね、これを折りたためばいけるはず。いきまーす、せーの、うー、お、結構硬いよ。これでいいのかな。うわ、なんか飛び出てきてる。まあいいや、これも飛びでも味として。よしよし、ほい、できたかな。せーの、じゃじゃん。おー、すごい、めっちゃ綺麗じゃん。じゃん、はい、チーズ餃子一丁あり。これクオリティ高いね、一瞬でできちゃった。ちょっと他餃子も作ってみたい。次これ、あの緑のほうれん草餃子、これは果たしてどんな風になるのか。いきまーす、せーの、うーわー、もうこれたっぷり入れちゃっていいのかもね。はみ出てなんぼみたいな。よし、オッケー。そして中身はじゃじゃーん。うわー、これもいいね。はい、ほうれん草餃子一丁あり。いや、この餃子の方最高だわ、めっちゃ楽しい。よく考えたら麺類まだ1個しか作ってない。これ麺類のおもちゃなのに。ヌードル。よし、じゃあ次麺類作ろう。ちょっとね、お皿なくなっちゃったんで麺類パレットにしたいと思います。いいね、麺類パレット、ちょっとしたお弁当みたいな感じ。じゃあとりあえず餃子もここに入れておいて、このカラフル麺使っちゃおうかな。
いや、やっぱでもあれだね、カラフルになると麺っていうよりは海外お菓子感強くなるね。甘そうに見える。甘いお菓子坊ちゃんグーフィー。甘いお菓子。あ、いや、よし、オッケー。そしたら今回の具材は、わ、めっちゃちょうどいいのあった。これ、アメちゃん、よく見るとね、スイートって書いてあるんだよね。これいいんじゃない、海外お菓子シリーズみたいな。じゃあちょっといろんな色のアメちゃん作ってのせていきます。はい、できました。いいね、海外お菓子パレットみたいな感じで。じゃあ次、この あんただって全然好きなん全然ないんかなみたいなの面を乗せて、上にじゃあハート乗せてあげようかな。この薄いピンクのハート、よし。じゃあこれを伸ばして伸ばして、ちょっと粘土多かったかもな。フライパンのあのまな板がちょっと狭い感じ、よしよしよし。でこれをハートに切っていく。ほう、じゃじゃじゃん。こっちから切ってぐーんと回って回って、わー難しい。あは、こっからぐいーと、よし、いいんじゃない。でこれをペロッと剥がして、この上に乗せる。かわいいかわいい。はい、ハートパスタの完成。これかわいいね。何味かわかんないけど。よし、じゃあラストだね。ラスト。ちょっとこのまだ使ってないやつ、これを切っちゃって、これか。でこれを下に敷き詰める。こう。オッケー、かわいいね。でまだこの使ってない面を網目状に置いてみようかな。あんまりね、そういう料理ないと思うけど、あったらいいな。これを乗せていく。うわー、斬新。これは面白い料理だね。よし、オッケー。じゃあ最後、椎茸を乗せたら、じゃじゃーん、スペシャル粘土料理の完成。いや、すごいいろんな料理できたね。まずこれ、最初に作ったトマトパスタだね。これ、一番美味しそう。クリスマスツリーもいい感じだなって思います。で、これがうな丼だね。うん、うなぎがめちゃめちゃリアル。で、次、パレットの方、これが餃子で、こっちが海外お菓子。ひっくり返して、あ、あんたのことなんて、パスタと謎料理です。はい、ということで粘土料理すごい楽しくできて大満足です。イエーイ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。個人的にはやっぱり麺がニョロニョロって出てくるところが癖になるなと思いました。あとは細麺の方が面白いかなって思ってたんだけど、意外とこういう太いのも良かったよね。ニョロって感じ。またね、こういうおもちゃクッキングやってみようと思うので楽しみにしていてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それではじゃあねー。え、これすごいんだけど。